吉田さん、小銭ごときは稼がないとね。小銭は稼ぎましょう。大銭、1億とか10億とかってのは誰もが稼げる金額ではないけども、1000円とか5000円はね、まあ、誰もでは頑張れば稼げる金額なんで、小銭は稼いでいこうよって話ですよね。まあ、それからまたありましたよ。再生回数稼ぎですかみたいなね、 YouTube 当たり前やないかと。 YouTube で再生数ゼロ、誰が喜んでやるんやみたいな。少しでも再生回数を増やして少しでも影響力をつけたいから YouTube やってるんでしょ。再生回数稼ぎですかって当たり前です、その通りです。いやいや違うよっていう人いないでしょ。いや再生回数はいらないんですって言った時点でおかしいじゃないですか、それはね。じゃあアップロードすんなの、全部ね非公開にしろって話じゃないですか。いってらっしゃい。